はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします。 VIP ですということですね。本日はですね、契約書開封&ガチャ引き動画です。はい、ありがとうございます。ガチャ引き動画ね、契約書開封もしますよ。はい、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけども、ゴールド契約書がね、ここにね20枚あるんですよね。で 30% 契約書が1枚ですね。はい、1枚詐欺しちゃいました。サムネで使ってると思うけど、おい1枚だけかと。ええ、その通りです。はい、であとガチャは、はい、こちらですね、このバリュースカウトですね。はい、バリュースカウトを引いていきます。で、狙いの選手ね、もう一回ちょっと説明したいと思います、簡単にね。はい、ちょっとねパーッといっていくんですけど、決してこういらん、いませんっていうことに対してちょっとあの文句言わないでくださいね。はい、なんか本当にゲームとして別にゲットする必要ないと感じて言ってるだけなんで、ここでもちゃちゃ入れるのやめてくださいね。はい、毎回いるけど、うん、ソフトバンクいないです。はいすいません、速攻ですけど、はい。で、ロッテもそうですね、いません。はい、今のところ。で、西武ライオンズもいません。で、楽天、はい、則本選手、もうね、ノリチャレですよ。はい、このカットボール、ナックルカーブの、フォーク、スプリット、この則本選手はマジで欲しい。うん、結構ね、みんな意外と強いって言ってた、この前もね。で、北海道はね、いないですね。はい、北海道、まあ、太田選手、はい、当たった、あ、全道中から嬉しいですね。で、大阪のバファローズは、まあ、杉本選手ね、ちょっとまだ多分今後能力上がると思うんですよね。強いです、だいぶ強いよこれ、杉本選手、うん、ぐらいかな。で、読売は、うん、今村選手かな。菅野選手はまあまた、あ、まあ菅野選手もまあとりあえず持ってない選手かな。でタイガースも里輝選手の S ランク当たれば嬉しい。で、ドラゴンズは大丈夫で、 DeNA も今のところいない。で、カープもいません。まあ聖夜選手もそうやな、今日ね里輝選手当たったからな。で、ヤクルトもいないですね。はい、ってな感じですかね。はい、だからね、自チームどこで引こうかなって迷って、とりあえずゴールド契約書関係ないから引いていきましょうか。はい、じゃあゴールド契約書10枚いきましょう。出そうですね。はい、飛んで、あー、マジか、来い、おーしょしょしょ、 A 確定、 A 確定、 A 以上確定ね。さあ来い、うーん、おっ、あー、スコらんねや、スカスカ、あー、はい、あー、藤岡選手、まあ、これはおそらく、いやけどこれ飛ばしたらまた S ランク出る可能性1はあるからな。あ、めっちゃ A ランク出るやん。え、 A ランク祭り来た。はい、じゃあもう10枚いこう。はい、じゃあ行きます。残り10枚ですね。はい、飛んで、いやー、ないか、また、あー、 A ランク、 A ランク以上は確定です。はい、さあ来い、うーわっ、ブルーイ、うわ、マジか。あんだけ A ランク来るやつ、 S ランク1枚ぐらい出してくれてもいいと思うけどね。ないですね。はい、はい、30ペイ契約書、これ1枚、もうこれね、おそらく S ランクの S 来なかったらおそらく飛ばしてます。はい、ガチャに行ってますね。バリュースカウトのガチャ行ってます。さあ来い、うーわっ、こー言いたいだけ。はい、ない。さあとりあえずここは、単発、まあこれおそらくなかったらカットします。マジ？来たよみんな単発で。え、今絶対カットしようと思って鼻くそほじってた今。え、絶対カットすると思ってたからさ今。マジか、これ打ったらやばいぞ。打ったらやばい。打ったら D。ああ、よかった、大丈夫。オッケーオッケー。やば。めっちゃ安心してた今。めっちゃ変な顔してた。まあみんなには見えてないと思うけど。はい。おい。ロー、来た。え、マジで？狙える選手速攻引いてんけど。え、やば。え、また来る、これ、ちょっと待って、今鳥肌やばい。もうないよね、さすがに。さすがにね。あー、まあ、ちょっとおそらくここからはカットしてるかもね、出なかったら。はい、出ませんでした。ということで、これは楽天でいこうかな。うん、やっぱりね、今ずっとやってるノリチャレに終止符を打ちたいので、お願いします。オッケーオッケー。1枚出たら、まあ、レッツゴー！白！いやー、まあ、1枚出たらね、オンの字なんですよね。オンの字なんですよ、オンの字。さあ、来い。あー、ないか。頼む、撃て撃て、安心させよ俺を。あー、さあ飛びますね。さあ来い。でもね、今回飛ばせないよ俺、全く今回。よしよし、さあ行こう、最後最後。いや、めっちゃいい、今日引き引き、めちゃくちゃいい、引きが固まってる。さあ来い。あー、ここじゃない、ここ。あー、堀選手、まあまあまあ、けど堀選手はそうやな、昔はね、かなり疲れたんですけどね。さあ2回目、あー、レッツゴーなし。はい、さあお願いします。
来い、頼む。あー、2回連続はなさそうですかね、さすがに。まあ、スキップはしないぞ、うん、今日はスキップはしないぞ。見せてみろ。あー、まあまあまあ、あるあるよ、全然あるよ。みんな飛ばさないで、飛ばさないでね、飛ばさないで。あるかもしれんから飛ばさないで、絶対に飛ばさないで。はい、あー、さあ3回目。うわ、マジか。まあまあ1枚出たらオンの字とは言いましたけど、さすがに2枚出てくれたら嬉しいけどね。なさそう。なさそう。そう、あ、待って、した。はい、さあ取ります。来い、ニコって言った時来ないよね。なんかコメント欄でもあったけど、早送りになってるかな、おそらく。はいね、さあ4回目。はい、いいよ、あるよ、レッツゴーなし。さあレインボー、レインボー太郎な。いや、まあまあこんなもんでしょう。まあね、まあね、まああと1回ありますから。いや、ここも出る。はい、ちょっといい、ちょっとスキップさせてもっていい、ないか。いや、そこで則本選手。さあラスト、いやー、ラストないか。まああのレッツゴー、まああの単発出て、しかもここのね10連目で SG だっていうのは、まあ、まあなかなかいい結果だと思いますけどね。ないな。はい、飛ばそう。はい、ここはね、あの飛んだか笑ったか笑ってないか見ると皆さん飛ばすのを思うんで、ここはあえてあそこで演奏飛ばして、 S ランク出たか出てないかは分からないスタイルでいきますが、 S ランクは出なかったようです。です、です。じゃあね、ちょっとあとで30連引けるんすよ、これね。超自チーム S 狙い撃ちで、自チームの 70% を引いて新選手を外しに行くスタイル、 50% 外すスタイルで則本選手狙います。はい、もうね、しつこいようやけど、則本選手マジでリアタイで使いたいんですよね。まあね、こんだけね欲しい欲しい言ってやっとゲットしてリアタイでボコボコ打たれたらマジで意味ないんやけど、けどまあそこはね、やっぱり則本選手使ってみた、やりたい身としてはね、絶対に則本選手欲しい。来い、いやー、スキップで来い、スキップで来い、スキップで来い。ない。はい、ラスト20連。いや、満月出な、なんで満月出へんねんけど、そこなんすけど、俺今一番不満に思ってんの。これ乗りチャレやん、これ。あ、飛ばんわこれ。うわ、もう最悪、乗りチャレですやんこれ絶対。もうほんまに乗りチャレっていう名前で乗りついてるけど、全然乗り乗りじゃないからね、心は。はい、最長ラスト。ああ、出た。はい、来い。いや、レッツゴー言わんよね、ほんまレッツゴー言わへんな。さあ来い、レインボー上がれ、頼む。ここしかない、ここしかないんよ、則本選手当てるチャンスは。うわ、終わった、終わった。マジか、これちょっと追加しようかな、追加するわ。いやー、すいません、あのね、悪い癖出てるんすけど、もうこれはね、 S ランク出るまでやっぱりガチャ動画をやってる身としては終われないんですよね。もうね、おそらくね出なかったらカットしてるかもしれませんが、お願い、本当に頼む。これで岡島選手出てももう許す。はい、 S ランク出てくれ。あー、ない。いやー、マジかー。はい、あー、グラシアル。グラシアン、シングラシアル。さあ来い。ないね。まあまあまあ、さあお願いします、頼む、マジでこの30連で出てくれ。いやー、レッツゴー言わない、嘘でしょこれ。なんかさっきまで引きいいなと思ってたけど、全然引きよくないやんこれ。はい、打たない。さあ来い、誰も笑って、俺だけに見せてその笑顔。あー、さあラストです。はい、いやー、出てる、レッツゴー言ったらこれ多分 S。 あー、終わった。いや、あのね、レッツゴー言うか言わないかね、マジででかいんですよね、このモチベーション的にも。あー、ない、あー、ない、あなんで。はい、ということで、僕は諦めない、俺は絶対に則本選手を引く。もう動画の趣旨変わってるけどねこれ。
だいぶ趣旨ずれてるけど。いやマジっすか。はいはい、飛ばカット。いやマジか、これやば、マジでマジの闇ガチャほんまに超自チーム S ランク狙い撃ちガチャだけは引いたらダメっていうことが分かる模範となる動画ですね、これ。模範集 VIP。 はい、もう頼むわ、ほんまに。だいぶカットしてるぞこの動画今日なあ。いやマジか。さあラスト、よし、さあ決めるぞ、決めるぞ、お前ら、お前たち決めるぞ。みんなの気持ちを乗せて、みんな今この画面に力を、もう結果出てるけどね、動画やから。ただそこはみんなの力を、これ打ったらねワンチャン。いやマジ、いやわからん、新選手確定じゃないだけかもしれん。さあ行くぞ、よし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 、はい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 、もうああ